時は戦国時代中期。天文6年、天子家を相続した天子昭久は、持ち味の統率力を発揮し、数年のうちに播磨手前まで勢力を拡大していった。天子の台頭を脅威と捉えた大内義隆は、豊後の大友と和議を締結し、天子との決戦に向け、兵を東に向かわせた。天文9年夏、大内家の軍艦、末高房は、天子派の秋武田家当主、武田光一の死を好機と捉え、武田討伐の兵を挙げる。その知らせを受けた天子昭久は、播磨制圧を中断し、出雲に戻り、3万もの軍を再編成し、武田の救援に向かうも、進路を塞ぐ毛利元就の巧みな計略に乗せられ、天子軍は総崩れを起こし、出雲に撤退させられてしまった。天子の援軍を失った武田家は、毛利を主とする秋国衆の攻めを受け、あっさり滅亡。天子の縁戚でもある吉川家も、大内に従属することを決め、騒乱が続いた秋の国は、大内の治める地となった。幕府より秋守護の職を得た大内義隆は、蕎麦賀城主、広中高金を守護台に置き、秋統治を急がせた。それを受け、隣国、備後の山名や山の内、石見では小笠原といった豪族らも、次々に天子から大内に転じ始め、天子の支配地はみるみるしぼんでいった。そこに追い打ちをかけるように、前の当主、天子常久が病死してしまう。将軍足利義治からの返帰を受け、天子春久と名乗ることで威信回復を狙うも、離反が続く天子を今のうちに潰してしまおうとの末高房の検索を受けた大内義隆は、自ら総大将となり天子討伐に向かうことを決断。周防、長門、石見、そして秋に備後の国衆らも動員した2万とも3万ともなる大軍が出雲に向かった。しかし出雲の入り口を守る赤名城攻めで思わぬ苦戦を強いられ、落とした頃には出陣からおよそ半年が経過していた。赤名城落城の知らせを伝えに、天子の忍び八谷弥四郎が合戦戸田城に入った。そんな数を一度にか。ええ、いともたやすくに。矢をよこせ。ふん、三本でも容易に折ることなどできぬに、四本を一度に折るとは、元就の次男坊は恐ろしい武者に育つやもしれんな。はい、着難でなくてよかったと安堵しておりやす。八代、毛利の小僧の話などどうでもよい。赤名城の様子を教えよ。落ちましてごぜやす。落ちただと？なぜそれを先に申さぬ。物事には順序がございますれば。赤名の落城を知らせるが何より優先であろう。お前の頭の中はどうなっておるのだ。まあよいさねひさ。八代、城主赤名光清はどうなった？毛利や聖羅の隊を幾度の跳ね返す見事な戦いを見せるも、敵の矢が喉に刺さり、亡くなったか。残念ながら、されど光清の父久清の起点により、援軍として赤名城に入っていた塩隊と共に、夜のうちに城を捨て、北に落ちたことになっておりやす。光清の死を伏せたわけか。そうでごぜやす。ってことは、毛利に潜らせておる本城常光も知らぬことなのだな。ええ。光清に可愛がられておった常光だ。光清の死を知れば何をしてかすかわからぬで、潮城に落ちたと伝えておけ。仰せの通りにいたしやす。おっそ。敵の大将大内をしたかは、まだ厳島から動いておらんらしいな。いや、赤名城の落城を合図に動いてくるぞ。敵の主力は岩見からこの赤名城に攻め込んできた。そして、裏切った山の内や三好ら備後衆は別動隊として、首都宮間城に集まってもおる。厳島の大内本隊が選ぶ道は、おそらくは末隊の通ってきた岩見から出雲への道であろうが、備後寺の線も消えてはおらん。牧城や三沢城からの知らせは、備えを固めるとの文が一度届いたきりだ。まずいな。赤名城の次は牧城か三沢城を狙ってくる。牧や三沢が大内に転じられては、手薄なふべとりでを狙われてしまうぞ。ふべとりでも落とされれば戸田城まで2位まで迫られてしまう。ああ、ふべとりでだけは何としても死守せねばならん。一門の山中隊に線を向かわせ砦を固めさせる。承知した。豊久や高久は大阪城だったな。ああ、弟らは岩見からの進攻に備えさせる。敵は、新宿西に抜ける道を選ぶことも考えられる。豊久や高久には、高瀬城の米原綱広、水戸屋城の水戸屋久助、ここらと伝達を密にし、大内の北進に備えるよう伝えろ。わかった、指示しておこう。秋久様。春久だ。失礼しました春久様。赤名城を守りきれず面目次第もございません。いや、末高房に毛利元就もおる敵軍に対し、よう時を稼いでくれたぞ。牢城の備えは万端整った。あとは大内義隆が出雲に入るのを待つだけだ。
アイヌ時お言葉。よしきお主は本城へ戻れ。敵は必ずやここがサントダ城を目指し向かってくる。その行軍路の中で最も率の高いのが三沢を下しての筆取りで経由での戸田城、ついで牛尾城のある熊野寺から駒帰り峠を越えての戸田城。その道を選んだ時に備え、途上塩城に詰め備えを固めておくのだ。かしこまりました。ジンベ、空母様からの頼りは。将軍家秘官からの文では、三好の利長や湯沢長成の活躍で京周辺での混乱が収束したことから、空母様は三条に戻られ、新たな御所の造営に着手したとのことです。ジン、またも三好の利長の中。三好なんぞもとは合わない田舎侍、将軍家を守りするは我らでなければならんのだ。そう、その前に大内を何とかしなければ。分かっておる。今一度公方様に文を投げる。そなたはわしの名代として京に向かえ。は赤名城を落とされた天狗春久は、居城合算戸田城までの全ての街道を固める動きに出た。春久からの命は、大内への内容を約束している三沢為国や水戸や久助にも届き、為国は急ぎ水戸屋城に向かった。末の家臣宮川草長からの文によれば、大内義隆の本隊が五日島を立ったとのこと。先遣隊と同様には三から出雲に入る街道を使うとのことじゃ。そして毛利や末らの隊は赤名を出て雪の地に陣を進め、我らの投降の知らせを待っておる。そのことじゃが、もしやこの後に及んでおじけづいたのではあるまいな。そうではないが、大迫城の孫と義久殿がここに御詰めに向かうと申されておるのじゃ。御詰めなどいらぬと突っぱねられる。国久殿の次男じゃぞ、突っぱねることなど。我らは孫を見限ったのじゃぞ。国久もと義久もいずれ戦うこととなる敵なのじゃ。そうではあるが、心が揺らいでおるようじゃが、当家も水戸家も出雲守護であった栄屋氏や京極氏に仕えて参った皇族、成り上がりの孫に従っていては先祖に申し訳が立たぬと口にしたはそなたであろうが。あの時は酔った勢いで口にしてしまったが、武士に二言はあってはならぬ。よいな、来月には大内軍がやってくる。わしが道先案内役としてこの城に再び参るで、城を開けて出迎えるのじゃぞ。三沢家の後見を務める為国は、大内軍を迎え入れる支度を進めていった。その大内軍は、先人の毛利や吉川、小早川の秋国衆が雪の地まで進み、大内義隆の到着を待っていた。田坂、竹原、小早川の跡目のことだな。伊予の川の家からの養子氏については、ご案じなさらず、因島の村上に横槍を入れさせ破断させております。産むようしたぞ。はは。雨子を退治する大戦に竹原は兵を出さなんだ。これを口実にお家取り潰しを大内殿に願い出るぞ。その前に石見入りの地産を払拭する働きを示さねばなりませんぞ。そうであったな。ここにおられたか、小早川殿。何者じゃ。金山城代吉原継秀じゃ。いい加減覚えよ。何用にござろう。間もなく大将大内義隆様がご着陣される。雪本陣に向かってくだされ。相分かった。峠には獣気徳虫、川にはろくに橋がかかっておらぬし、もっと楽な旅路はなかったのか。若様、これは気楽な旅ではなく雨子攻めの行軍なのです。雨子攻めは下々にさせておけばよ。確かに戦うは下々の役目にございますが、若様は軍配を握る殿の姿をしっかり目に焼き付けていただくが。高と休まぬ、その軍配じゃが、どうも厳島に置いてきてしまったようじゃ。え、誰ぞ鳥に戻らせるか。これ以上遅れてはなりませぬゆえ、軍配の代わりになる品を探しておきまする。はあ、頼んだ。殿、ここまでの行軍お疲れ様にございます。赤なごときに数ヶ月を要すとは、高草らしくもない。申し訳ございません。聞くに吉川の動きが鈍かったようじゃが。それもありますが、小早川隊の岩見入りが遅れたことで、赤名城を固める時を敵に与えてしまったことが何よりの要因に。ぬた小早川のことか。はい。後ほどぬたの主を連れてまいれ。はは。ところでせがれが参りたがっておる木月大社まではあとどのくらいかかるのじゃ。こちらの絵図にて、今はこの雪の地におりまする。内容を訳しております三沢城の三沢為国からは、すでに承認も得ておりますゆえ、毛利ら秋国衆を先方として、明日早朝より順次出立させ、宇月峠を越えた先の福原、ここを次の陣所に、そして、北に三沢城を目指します。先方隊は、次に木月の地を目指し、水戸屋の内容を確認しのち、
米原のこもる高瀬城、そして雨子一族の詰将大迫城を落とせば、気づき大社が見えてまいりましょう。高瀬城や大迫城に時を浪してはならんぞ。はは。お待ちしておりましたぞ、殿。誰だっけか。と、殿までそのような。はははは、ざれごとじゃ。どうじゃ、秋国修羅とはうまくやっておるか。毛利や天野は好意的なのですが、どうも吉川お狐だけは。またも吉川か。あやつは、よからの問いかけに、別に、出返してきよったものじゃ。なんと無礼な。その時は元就に救われたお狐だが、次何かあれば世の手で拝着させてやる。今すぐにでも拝着させてほしいくらいです。まあ、焦るな。いずれその時は参ろうぞ。はっ。吉高様、そろそろ、父の末陣に向かおうかと思います。そうか、今宵までであったな。寂しくなるな。そうですな。されど、毛利の嫡男として、立派に初陣を果たさねばなりませぬゆえ。そうじゃな。当家のため、そして毛利家のためにしっかり戦ってくるのじゃ。はは。では。死ぬでないぞ。はい、簡単には死にません。死にませんの、せよ。死に変えて今一度申してくれ。はは。死にましえん。僕はお先につけて今一度。はは。僕は死にましえん。滑ってますよね。いやいや感動した。よし毛利高元、これより毛利本陣に加わることを認める。はは。小早川正平殿をお連れいたしました。うむ通せ。メタ小早川が主、小早川正平にございまする。地産の訳を聞かせよ。地産とは二つ山に入るのが遅れてしまったことに。ああ、そうじゃ。それは、本領をお留守にするか。竹原の者らが、当家領を荒らしに動かぬように。その竹原小早川じゃが、一向に、養子氏の話がまとまらぬがそれは何故であるか。さあ存じ上げませぬが。当家一門の問いだ役代の吉田にないと、ここらのおの子を養子に入れ継がせよと幾度と打診しておるが、朗報が未だ届かぬ。よもやぬた小早川の者が、裏で手を回しておることは。そんなことはありません。誠であろうの。誓って関わっておりませぬ。まあ信じてやろう。地産の一件はこの先の戦働き次第じゃ。励めよ。はは。父上かっくいい。まあな。雨子を滅ぼしの血は、春持ちにもそれ相応の異界を授かれるよう頼んでやるでな。はは、楽しみにしております。うむうむ。雪に入った大内義隆の本体と入れ替わるように、秋や伊賀の国衆ら先鋒隊が、次々に東へ向け出立。福原の地で三沢為国の出迎えを受け、その道案内で北へと陣を進めていった。大内義隆が主力を率いて雨子潰しに動いているとの知らせは、近江から京の相国寺に戻っていた将軍足利義治にも届いていた。なぜどいつもこいつも勝手なことばかり申すのじゃ。要は武家の棟梁じゃぞ。仰せの通りに。世の何が気に入らぬというのじゃ。思いつく点があれば遠慮の申してみよう。そうでございますな。強いて申せば、その独特な声と喋り方ではないかと。そんなの変えられん。お許しくださいませ。寺院で刀を抜かれるなど公方様のなされることではありません。わかっておる。わざわざここにお呼びいただけたということは、いよいよ、それが死に関連の座を。なわけあるまい。そうですわな。これを読んでみよう。これは、出雲の雨子からの文ですな。ほう、大内との仲裁を公方様にしていただきたいとな。そうなのじゃ。これについてはそれがしよりも、細川春元殿にお聞きするが。春元に相談したところで、雨子春久に返帰したことが失策だと申すだけに決まっておる。確かに雨子への返帰は軽率であったかと。そなたまでも春元と同じようなことを申すな。これはご無礼を。まあされど大内殿は、公方様と同じ時三位まで昇進されております。仲裁に入ったとて、大内方が聞き入れましょうや。聞かぬであろうな。それに間もなく完成する室町の御所造営にも、多額の寄付をいただいた。大内の動きを制すことなど口にできぬ。公方様、それがしは、細川慶長家に属する者。何故このような話を。そなたの知恵を借りたくてな。若輩者にござれば、公方様に検索できるような策が浮かぶ頭は持ち合わせておりません。謙遜するでない。そのような。何でもよい。大内をしたか、お相に帰らせる巣ではないか。矛を掲げた大内軍が、巣王に戻るとき、それは雨子の滅亡か、雨子に大敗か、このいずれかにございましょう。滅亡とは、世の春の字を与えた雨子春久の死ということか。そうなりまする。それはダメじゃ。なれば、
大内軍が天子に大敗し、周王に逃げ帰るが残りまするが、大内軍は天子従属国衆を切り崩しながらじっくり進軍していると耳にしております。兵端も盤石な大内軍が大敗し逃げ帰るなど十中八九ないでしょう。十中八九ということは、十に一つか二つはなせる見込みもあるわけじゃな。まあそう捉えることも。やはり某チョゴン陣営の奇襲。分散して攻撃しておろうで、最後尾の本体のみを狙えば崩れるであろうぞ。それは想定しておりましょうゆえ、固い大内本陣の守りを崩すには至らぬでしょう。ならばそなたが天子の大将ならば、どのような策を講じるのじゃ。そうですな。居城近くまで大内義隆をおびき寄せるでしょうな。そう、それでは滅亡と泊まり合わせになるではないか。仰せの通りにございます。銃に一つかつ見込みがあるとすれば、居城での牢城に徹し、とことん大内義隆を油断させること。城が落ちれば滅亡となりましょうが、持ちこたえられればやがて勝機は訪れましょう。あのオラオラ春久がじっと城にこもるなど考えられるのが、あくまでもそれが死が天子の大将ならばのお話にござれば。ああそうだったな。みんな仲良く手を取り合ってくださいのならんかの。はい、そのためにもそれが死に慣例の座を与えくださいませ。与えぬ。今日にまで天子の滅亡が迫っていると噂され始めた頃、大内軍の先鋒隊は一里半南東の木月の地まで進み、水戸や久助の会場の知らせを待っていた。一方、大内軍の北進を知った大阪城の天子豊久は、弟高久と共に水戸屋城への御詰めとして向かっていた。もう木月まで来られたのか。すぐにも城を開け、大内軍艦末高房の陣までお越しいただきたいと、主三沢為国よりのことづてにございまする。か、家老らが山西ばかりに出かけておるゆえ、今少し待ってほしいと伝えてくれ。お急ぎくださいませよ。ああ、わかった。と、殿、まずいです。いかがした。大阪城から天子と義貞殿の隊が向かってきております。いらぬと申しておいたのに、御詰めは不要であると急ぎ伝えてまいる。は、は、は、うわっ。邪魔をするぜ。遅かったか。遅いとはなんじゃ。急ぎ1500を率い援軍に来てやったのじゃぞ。そう、それは助かりまする。大内の先陣がもうすぐそこまで向かっておるというに、城にほとんど詰めておらんではないか。か、川へ洗濯に出かけておるゆえ、洗い物など今することではなかろうが。そう、そうですな。兄じゃ、水戸屋川向かいの梅緑でを陣所にするがよさそうですぞ。うむ、そこなら木月方面がよく見渡せるな。水戸屋殿、梅見取りでを我らの陣所として使わせてもらうぞ。お使いくださいませ。兵が洗濯から戻ったら、家臣らを連れ梅見取りでに参るのじゃぞ。承知に。殿、大阪党の者らが梅見取りでに詰めてしまっては、三沢殿との役を違えることに。分かっておる。まずは兵を城に集めるよう指示を入れよう。はあ、はぱっ。水戸屋久助は優柔不断な態度を取り続けていたため、出雲軍を抜ける街道を大内に明け渡す約束を破る形となってしまった。この異変を知った三沢為国は急ぎ木月の大内陣に向かった。やってくれたな。これは何かの間違いです。水戸屋が大阪衆を呼び入れたのではございません。どうであれ、天子一門の隊が1000ほどで砦に詰めておるのだ。水戸屋は我らを欺いたと判断させていただく。今一度それがしを水戸屋城に向かわせてくださいませ。その必要はない。されど砦に入った将は、天子国久の次男と義久、三男高久とのこと。出雲西部を支配する上でもこの二人は必ず始末せねばならぬ奴ら。ならばここで討ち取ってやろうではないか。やるか。重則隊は、杉高信の隊と共に別動隊を任す。ああ、任せておけ。三沢隊はおとりになってもらうぞ。おとりとは。簡単なことだ。この日以下は東まで、秋衆と共に、敵の砦を。水戸屋の寝返りに見切りをつけた末高久は、行く手を阻む天子豊久の隊を駆逐し、水戸屋城へ攻め込む策を立て、各隊に命じた。父上、やはりここで水戸屋の寝返りを待つことに。いや、動くことになった。高野との初陣ともなろう。共回りの国志元助、赤川元康らと支度を進めておけ。はは。元成様、三月夫さ、赤名三月夫は牛尾城に落ちたので。牛尾城なのか戸田城なのかは分からぬが、牛尾義貴よと逃げていったようだな。では牛尾城攻めに向かうのですな。この木月から東に抜ける脇道から、あように抜け、川沿いの熊の字を東に向かえば牛尾城となりまする。東ではない、西に向かう。西ですと。それでは。我らは、末殿の策に従うしかない。それに、援軍として川西に陣取った天子と義久や高久といった、天子一門の将を叩くことは悪い策ではない。大阪党が来ていると。ほう、
豊久や高久の隊は大迫党と申すのか。以前そのように聞いた覚えが。我らは敵の威嚇と敵が撤退した時の追い打ち役が主な務めだ。常光も井上衆の足軽頭として備えておくのだぞ。は殿、吉川からは代理として二宮と志座殿が参られました。天野や小早川、平賀の主は入られたか。はい、軍議の場でお待ちです。よし向かおう。翌日、大内軍は西に動き出した。末高房は日川手前に本陣を置くと、秋国衆らの隊を北に、岩見国衆らの隊を南に配置させ、梅見取りでの雨子隊を威嚇した。兄者、川の対岸に大内の守らが現れた。杖高房の馬印も確認できたぞ。先人隊の大将がもう現れたか。数は秋岩見の国衆らの隊も参見され、ざっと7000はおろうかと。大内義高に無理やり兵を開けさせられた奴らじゃ、数に怯えることはないぞ。そうですな。されど当家を裏切った三沢衆の旗もあった。この砦でじっとしていては離反する者らが現れることも。ああ、我らも砦を出て川を挟み退治する。挑発して川を渡らせられれば勝ったも同然。いかにも。さあ大迫党の者どもよ、主人じゃ。こうして両軍は日川を挟み退治した。共に川を渡らせようと挑発合戦が起こるも、どちらも動くことなく半日が経過した。おいおい、魔性が足らんぞ。向こうも同じことを考えておるようだな。そういや、水戸屋の隊を見かけんが。ですな、急かせる早馬を飛ばしておく。ああ頼む。て敵の別動隊が背後に現れました。背後じゃと。大内家臣過ぎてのかも。数ははっきりとわかりませんが、こちらと同数はおろうかと。兄者どうする。杖の狙いは、我らが別動隊に当たっているうちに溶かして強撃を食らわしてくることだ。そうであろう。隊を二手に分けて当たったとて、こちらは数で不利ゆえ、数刻で崩れ出すだろう。ああそうであろう。さりとて、何の手も講じなければ陣は崩れ。お宅ではなく、方策を示してくだされ。そうだな。ここは末の罠にはまるわけにはいかん。水戸屋城まで下げ、水戸屋川を挟み陣を立て直す。承知した。全軍陣を払い、水戸屋城へ撤退を始めよう。杉重則率いる大内別動隊が迫っていることを知った天子と義久は、不利な戦いは避け、体制を整えるべく水戸屋城まで引くよう命じた。天子兵が水戸屋城に向け動いておるようだ。我らを察知しての判断であろう。川を渡られては天子と義久を逃すことになるぞ。ああかな三月よ、牛尾義清に続き天子と義久や高久までも血漏らしたとなれば、義高様へ申し開きのしようもない。水戸屋に入られる前に身内で仕留めるぞ。かかれ。大内別動隊の追い打ちが始まった。兄者、大内の奴らが迫ってきた。くそ、急げ、急いで川を渡り切るのじゃ。水戸屋に向け撤退を始めたようだな。そのようだ、よし水戸屋城の囲いに向かう。全軍とかを返せよ。末高房の号令で日川東に布陣する大内軍が一斉に川を渡り始めた。一方、雨子隊が水戸屋城に向け撤退してくる様子を水戸屋久助は矢倉から確認していた。殿、大迫隊がこちらに向け撤退してまいります。明日に矢倉から確認しておる。大内の隊に追撃を受けても多いようです。援護せねばならぬかと。いや、これより我らは大内軍に加勢する。なんとおせに。向かってくる雨子兵は敵である。すぐにもユニ隊を川岸に向かわせよう。かしこまりました。大水戸屋城から兵が出てきた。我らを迎え入れる支度であろうぞ。よしよし、さあ川を渡ったら水戸屋隊と合流し陣を立て直す。何。水戸屋が我らの旗を見誤るはずはない。大内に寝返ったのじゃ。水戸屋久助め。と豊久様、末に毛利小早川や小笠原の隊が日川の渡河を終え、こちらに向かってきておりまする。本領まで撤退するしか。ダム応援撤退じゃ。大阪城まで撤退せよ。水戸屋久助の裏切りを受け、天子豊久は本領への撤退を決め、川沿いを北東に逃げ始めた。しかしその先には日川の渡河を終えた吉川隊が待っていた。殿、あれは雨子兵ですぞ。北に逃げているように見えまするが。はい、雨子は水戸屋城に逃げたと聞いたが。ここに来て水戸屋久助が大内になびいたのでは。それを知った雨子兵が北に逃げているのだとすれば、憶測で判断してよ。なら吉川は狐殿に急ぎ伝令。誰からの伝令だ。末高房様にござる。末か、まあ聞いてやる。は
は、敵将天子と義久率いる隊1500が本領へ撤退を始めたゆえ、すぐにも身内に向かってくだされとのこと。しゃあねえな、了解って伝えておけ。は、お頼みいたした。天子と義久は春久のいとこ、豊久の首を挙げられれば山のような褒美がもらえましょうぞ。確かに豊久は天子春久のいとこであるが、わしのはとこでもある。当家が豊久を討つことは認めぬ。さ、されど命を受けておるのです。すぐにも動かねば。わかったわかった、皆の者、逃げる天子兵を程よく追いかけるのじゃ。吉川隊の無理追撃が始まった頃、毛利や小早川の隊は梅見砦での制圧を終え、末の本陣に合流すべく西に向かっていた。水戸や久助が城を開け降伏したそうだ。残念だがここでの戦はここまで。高野との初陣は次に持ち越しだな。はは、殿、末殿が軍議を開くとのこと。うむむ顔を。水戸屋の言い分は分かった。天子兵をかくまわなかったことに免じて命までは取らぬ。じゃが城は当家の拠点として使わせてもらう。よいな。はそなたの隊は以後案内役として従軍いただく。新たな所領については天子の滅亡ごとなろう。天子の滅亡ごと。ああ、働き次第では死霊を増すことになるやもしれぬぞ。大内義高様のためしっかり励むのだ。は、は。スエ殿、梅見砦での留守兵はすべて打ち果たしてございます。ご苦労であった。梅見砦は使えそうか。ええ、修繕が必要なのは門くらいです。以後は東の牛尾城を監視するにうってつけの砦となりましょう。そうじゃな。広中隊、吉原隊はこの地に残り、殿の本隊の到着を待つのじゃ。承知した。今戻った。その顔は天子と義久に逃げられたんだな。ああ、吉川の簿記がまこと手ぬるい。あれでは逃げてくださいって言ってるようなものだ。ここで水戸屋がくら替えするとまでは想定しておらなんだ。まあ天子と義久の逃げ足の速さを褒めてやろうぞ。次は必ずわしが仕留める。逃げた先はどうせ大阪城であろう。その城を落とせば神在城の神在や高瀬城の米原も下る道を選び、西出雲はほぼ制圧じゃ。そのためにも豊久らに時を与えてはならん。水戸屋殿、ここから大阪城はどの程度か。はざっと三里ほど。飛川の渓谷沿いを進む道と、西の山あいから日枝原に入り関東部に抜ける道、大きくはこの二つとなりまする。よう分かった。三里であれば明日には大阪城を囲えよう。杉隊は引き続き別動隊を率い山手を使い進軍を。承知した。スエドのお待ちくだされ。大阪まで陣を進ませてしまっては本隊と離れすぎます。それに見知らぬ地に隊を分けての行軍はあまりに危険。一門である天子と義久の軽率な動きを見たであろう。天子春久が我らの動きを読めておらぬ何よりの証なれば、春久が手を打つ前に西出雲を制圧しておくが良策。天子と義久の誘引策であったなら被害は甚大となりまするぞ。あーかけにはなるが、うまくいけば天子の威信を一挙に崩すことがかない。石膏の数は今の数倍よ。分かっておる。毛利ら紀州はわしの隊とともに河手の先陣を頼む。承知しました。さあ月夜の行軍となる。おのおの腹ごしらえをしたら出立の支度にかかるのじゃ。末高房は強硬な行軍策に出た。この策は見事に成功し、数千の松明が揺れ進む光景を見知った高瀬城の米原綱広が領土安堵を条件に降伏を申し入れてきたのだ。また天子にしぶしぶ従っていた地侍らもこの機に乗じ天子を離れ出し、大阪城にこもる城兵も徐々に城から抜け出し始めた。なぜ勝手に城を抜けるのじゃ。おい待て。いかがにじゃ。大内軍は二手に分かれてここを目指しておるとのこと。なんじゃと。奴らの狙いは東の合算戸田城ではないのか。違ったようだ。敵は合わせて一万にもなろう。兵が抜け出しておるこの城では籠城したとて数日も持たぬ。従う者らと共に新宮まで落ちるべきぞ。盾縫い軍を捨てろと申すか。命を捨てるよりはマシですぞ。お前それでも武士か。敵は西出雲の制圧が狙いだったのです。まずはこのことをとの八父に伝えるべきかと。兄にネチネチ言われるだろうな。さあ急ぎ号令を。ああ物どの武具は捨ておけ。小荷衆は運べるだけ兵糧を持ち出すのじゃ。さあ長屋や小屋、櫓に火をかけたら新地港を目指すぞ。離反が止まらない状況の中、士気の高い大内軍との籠城戦は不利と判断した天子と義久は、かつて縁屋を喫茶が治めていた盾縫い軍の所領を捨て東へと落ちていった。天子一門の逃亡を受け、天子に虐げられていた領民や寺社は大内軍を大いに歓迎し、
末高房はそれに応えるように木月大社や学園寺に多くの金銀を寄進した。そして宍道湖西の盾縫い軍一帯を抑えた頃、大内義隆と嫡男春持ちの本隊が盾縫い軍に入り、木月大社で2度目の戦勝祈願を盛大に取り行った。その動きは逐一月山戸田城の天狗春久に届けられた。親父頼む。三千、嫌にせんでいい。新宮島を拙者に預けてくだされ。ダメじゃ。奴らは浮かれきっておる。宍道湖来たから迂回すれば、奇襲は必ずやなせる。こう焦る者に兵は託せぬ。されど、大内との決戦はいずれ起ころう。その時は、豊久に先方役を与えるで今は対応。親父には、何やら秘策があるようですな。ああ、これから殿に伝えようと思う。決戦を楽しみにしておりまする。うん。ご地獄か。さあ、ねひさにも申したが、大内の狙いは西出雲を暴え、石見銀山の守りを固めることだった。ええ。敵の動きが遅かったのは、まず西出雲を抑えて、じっくり攻め寄ってくる策であった。ああ、空撃取りの吉高だ。春までは動かぬで、引き続き守備を固めておけばえ。その春にはいよいよ決戦となりましょう。迎え撃つ地は、越の盆地が良いのではと。湖北には白髪城や末継城の松田一族が守り、越原の南は大場館の秋上げ、周囲には山城砦、矢田砦、檜山砦と布陣に向いております。敵をこの地におびき寄せられれば、いかようにも計りごとを巡らすこともでき、たとえ2万3万の軍とてこちらの負けはなかろうかと。悪くないな。だが敵もそれは警戒してこよう。確かに大内義隆をも宍道湖を渡らせるためには、それ相応の計りごとが必要でしょうな。おお、この手はどうだ。どのような。国衆らの当家離れを受け、わしが意気消沈していると噂を広める。なるほど。軍議も年始の表情も行わぬと触れ戻せ。小芝原周辺の砦もあえて手薄にさせ、敵の石膏を欺くのだ。大内の参謀末高房を欺くには徹底的にせねばなりませんからな。ああ、このことを知るは一門のみとせは。心得ました。無言で去るな。どうも、大内春持ちも帯同しておりやすな。土佐一城から迎え入れた嫡男がか。ええ。共に葬ることができれば、一挙に中国の体制は逆転となるな。本庄はどうしておる？本庄常光は、井上元有の隊に配属されており、秋国修羅の陣営監視が主な務め。三月夜の死は気づかれておらんだ。ええ、本庄に限らず、大内の者らは皆、後ろ城へ落ちたと思い込んでおりやす。まだまだ本庄には働いてもらわねばなら。三月夜の死は隠し通すのだ。分かっておりやす。一つ面白い話が。ほう、聞かせよ。くっくっくっく。話す前から笑うな。へえ、本庄の話によれば、どうも吉川お狐は大内の戦い方に不満があるようで、大内の犬かのように従う毛利元就の悪口も漏らしておるとのこと。本庄はいかにして吉川お狐の小言を聞けたのだ。時折吉川への使者を本庄が受けているようで、今ではお狐の信頼を得るまでの間柄になっているとのこと。ほう、確かに面白いな。八代、引き続け本庄との接触を続けよ。合点承知の助に。なんだそれは。雨子春久は西出雲制圧を優先した大内の動きを見て、雪解けの春、小芝原に大内軍を引き込み、決戦に持ち込む策を決めた。しかし春久の思惑は外れた。年内にも月山戸田城を通してしまいたいと考えていた末高房は、大内になびいた盾縫い軍の地侍らを動員し、宍道浦をはじめとする湖西の港を全て制圧すると、毛利を筆頭とする秋州を宍道湖北から、石見や出雲州を南から侵攻させ、宍道湖全域を抑えさせた。末継城や白髪城の松田一族は城明け渡し、戸田城へ落ち、大場館の秋上一族は大内に降伏となり、無防備であった砦もあっさり大内の手に落ちていき、11月下旬には小芝原を含む大井軍全域が大内の支配下となった。毛利元就は白方の地に陣を置き、北の備えと宍道湖から中海への水路の監視、そして兵站輸送を仕切る役に当たっていた。そうか、雨子春久は戸田城にこもったままか。新宮島もたりにこもったまま動く気配はない。あの春久がここまで静かなのは奇妙だ。熊の字も含め、引き続き雨子の動きを探ってくれ。心得た。殿、大内の本体はまだうねじ山から動かぬので。ああ、そのようだ。
大内春持殿が玉造りの湯が大層気に入ったようで、この寒さもあり、吉高殿は宇根地山を本陣に列年となるのではないか。そうですか。なんだ、不服そうだな。いえ、ただ、未だに大内義高様の肺がんが叶わぬゆえ。そうであったな。まあ、いずれその時も参ろう。焦るでないぞ。はは。本庄ここにおったか。吉川の大が、またも兵糧の運搬をサボっておる。ケツを叩きに行ってまいれ。かしこまりました。元あり、常光はしっかり働いておるか。ええ、あの生意気な吉川を狐と馬が合うようで、吉川の番として本庄は役立っておりまする。そうか。伊豆橋を留守居として岩見に置いてきたわ。本庄常光の離反を切るしてのことであったが、取り越し苦労であったかの。ははは。まだ疑っておられたのですな。本庄のことは我らにお任せくださいませ。うむ。父上、しじみ汁にございます。おう、これが新事故のしじみ汁か。良き香りだの。うむ、濃厚な旨味。疲れた体が癒されるの。ところで、それがしの初陣はいつになるのでしょう。そうよの。アマゴが動かぬうちは、合戦にならぬでまだ先となろう。なんとしても、初陣を勝利で飾り、次郎に自慢してやりとうございまする。ははは、その息が。この様子では、動くは、年明けの春となろう。寒いからと鍛錬をおろそかにするでないぞ。はは。殿、姓の家臣がこちらの踏みを。やはりか。末殿はなんと。雪の日も増え、一段と寒さも増してきたゆえ、合算と太城攻めは年明けに伸ばすとのこと。この寒さの中、合算と太城を本気で攻めるおつもりであったと。ああ、末殿は、年内のうちに雨子を滅亡させたいと考えておったが、大内義高殿が梅地山から一向に本陣を離れぬで諦めたのであろう。仮に合算と太城を攻めていたら、年内に落とせておりましょうや。備えも蓄えも万端整えておろう。春久が降伏を選ばぬ限り、何万で攻めても、年内に戸田城が落ちることはない。それほどまでに固い城であると。ああ、かかりごとなくして落とすことはできぬであろうな。そうだ高本、こたびの遠征より、家臣代の感情にはそなたの名も併記させようと思う。それがしの名もと。ああ、家臣代も喜ぶであろうぞ。はは。すでに書き終えた感情が陣屋に積んである。すべてに目を通し、名を記しておくのだ。は、ちなみにいかほどの数に？赤名攻めからとなるゆえざっと160ほどであろう。160。嫡男としての最初の務めとなろう。しっかり頼むぞ。はは。12月に入り、雪が降り積もる寒さとなったことから、大内の各隊は、大軍一帯の各拠点に陣を敷き、年を越すこととなった。一方、雨子春久は、大軍北部を奪われてしまったことから、戦略を練り直すこととなった。それから、一月が経過した、天文12年1月下旬、末高房が、宇根地山に、主だった将を集め、軍議を開いた。ここらの商人が、良質な鉄鉱石を献上してまいりました。おお、これが、奥出雲の白鋼とやらか。仰せの通りに、帝がお持ちの三種の神器の一つ。草薙の強し、のことじゃな。草薙の剣にございます。そうであった。スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した時に得た剣であったな。はい。その草薙の剣は、この地の鉄で作られたと言われております。うむうむ。アマゴはこの鉄を各地に売りさばいて財を得ておるのじゃな。さようにございましょう。吉高様、それがしより一つ策が。毛利殿、今はまだ国修羅の申し。まあ、おきもり、元就は特別じゃ。この鉄にまつわる策ならば申してみよ。はは。吉高様が先ほど仰せになられた通り、アマゴは、各地のたたら場で製鉄し、武具をこしらえ、聖地出雲鉄として、朝廷役業らへ献納し、位階を得。そして、市内の有力大名や、朝鮮に売りさばき、駅船を得ております。その財の源である鉄を封じる策か。いかにもに。奥出雲の鉄は、この熊野城の熊野氏、牛尾城の牛尾氏が支配しております。故に、山手隊を熊野寺に向かわせ、ここらを下し、アキンドラを手なずけさせ、ここら一帯のたたら場を制圧。同時に、海手隊は雨子の海路の交易拠点、安来港を制圧する。そうなれば合算と太城にこもっておる雨子春久も、城を出て戦う、または降伏するほかなくなりましょう。敵の財を奪うことで雨子を弱らせる策か。これもいわば兵糧攻めじゃな。はは。元就殿、悪い策とは申さぬが、いささか時がかかりすぎよう。時がかかるじゃと。元就、雨子が音を上げるのにどの程度時を要すると考えておる？たたら場を制圧してから2年ほどとなりましょう。2年か。海手と山手を塞ぎ、鉄を奪ってしまえば、あとは待つだけとなります。春久が戸田城を出て来ぬようなら、
飯雲は我ら財番衆に任せ、吉高様、春持様は周防にお戻りいただき、ビンゴや備中の産業に目を向けていただけたらと。元就殿は何か勘違いされているようだが、こたびの殿のご出陣は中国全土の大使となるためのものである。その初手である尼子討伐をなし得ぬ前から周防に戻ることなどない、あってはならぬのだ。本日に至るまで尼子春久に全く動きがないということは、巨城合算と太城と新宮谷にこもる策を選んだということ。戸田城は数では落とせぬし。わかっておる。わしの立てた策はこうだ。元就殿の申された通り、海や放棄からの御詰めを防ぐためにも、海手隊を安木港の制圧に向かわす。同じくして、主力は合算戸田城を眼下に見ることのできる、京羅義山に置く。そして、飯無川周辺を荒らし、尼子春久を城から出させる。それでは、当家の城が尼子に狙われた時と、全く逆になってしまう。あの時尼子が崩れたは、兵糧の枯渇と、当家一万の援軍が入ったからぞ。されどこたびはそれと同じにはならぬ。我らの兵隊は確保され、尼子に万もの小詰めを派兵する大名はおらぬ。そうやも知れぬが、京羅義山は、戸田城から一里も離れておらぬち、地の利を知る敵が何を仕掛けてくるかも読めぬのです。本陣を寄せるのであれば、安木港を制止の地、この肘ら山に置くがよろしかろうかと。そして、挑発を繰り返し、乃木平まで春久を引っ張り出しての決戦。肘ら山では離れすぎだ。逃げ腰だと笑われるだけぞ。それより元田城よりも高い京羅義山頂に大内菱の旗を、これでもかとなびかせ尼子兵の戦意を添ぐ。京羅義山を要害とすることに反対ではござらん。されど吉高様の本陣とするには。まあ元就、昨年中に元田城を落としてしまいたいと。中房は幾度とように懇願しておったが、寒さもあり、先延ばしにさせてしまった。ここは高房の申す通りの手で動こうではないか。よ、吉高様がそう仰せであれば。高房、指揮をしっかり頼むぞ。はは。末高房の策が採用され、寒さが和らいだ2月下旬、大内軍が一斉に動き出した。まず、岩見の吉見隊や小笠原隊が、真形や伊予の港を立つと、安木港を襲撃。数日で港は大内の支配下に置かれた。一方、宇根地山を立った大内吉高は、熊野寺の抑えとして山城砦に内藤隊2千を残し、伊予へ入り、末や杉隊と合流、毛利を筆頭とする秋州と共に南下し、京羅義山を要害とさせ、本陣とした。京羅義山を本陣とした知らせに、尼子春久のこもる合算戸田城では、安木の港もやられた。北の海手を塞ぎ、本隊は堂々と京羅義山に陣を置いたか。五芝原で決戦に持ち込めんかったのが響いたか。過去を嘆いても始まる。敵は2万とも3万とも聞く。奴らは順に山を下り、稲志川北に布陣してこようで、夜襲で格撃発し、宮五冠動かぬとは。城にこもり続ける。それでは敵に好き勝手されますぞ。あ、好きにさせておけばよい。挑発に乗ってはならぬとは各省にきつく伝えておくのだ。は、わかりました。が、何も手を講じないでは。これを見よ。お、これは将軍からのご内緒。大内とは僕せよ、との命に。やっと覚えていただけた。同様に、大内義高にもご内緒は入っておろ。将軍の言葉で、今の大内義高が納得し兵を引くとは思えませぬが。ああ、それでいい。それでよいとは。こちらは、和議に応ずる用意があると伝え続ける。使者を向かわすと。ああ、熊野大社の採取に頼んでおる。多少時は稼げるであろうが。まあ見ておれ。は、はあ。天文12年3月に入り、大内義高が本陣を敷いた京羅義山の麓に向け、毛利や小早川といった国衆の陣も次々に置かれ、合算戸田城や新宮谷にこもる尼子兵への挑発が日々行われた。しかし、尼子春久は徹底して静観を貫き続けた。そんなある日、尼子の要請を受けた熊野大社の神主が、使者として大内本陣を訪ねてきた。ああ、父母からの文には目を通しておる。では和議へと。和議など結ぶわけなかろう。さ、されど父母様は。世は受産御太宰の第二大内義高である。父母が提示する和議の条件を飲むことはできぬ。それに尼子は和議を保護にし銀山を奪いに出た過去がある。信じることなどできぬ。久保様は一日でも早く戦なき世となることを望まれております。何とぞここは広いお心で。戦なく終わらす条件は単純明快じゃ。尼子春久の知人、並びに尼子一門の太宰府流し。そう、それは和睦とは申しません。尼子家の滅亡までは致さぬと申しておる。譲歩するつもりはない。
戸田城の春久にそう伝えよ。い、今一度ご内緒。馬の大社への寄進は取りやめとするか。そ、それだけはご勘弁を。し、失礼いたしまする。はははは、わしの自害、そして一門の太宰府流しか。吉高め、高飛車に出たもんだ。お力になれず申し訳ございません。何を申す。むしろ、大内義高の言葉は大いに計りごとに用いることができる。は、計りごとに用いるとは。最終殿は、この度の戦いを包み隠さず自社を通じて、民百姓に流布してくだされ。包み隠さずとは。出雲を侵略する大内義高は、久保様の命に従わないどころか、出雲守護であるわしを自害させ天子家を出雲から追い出そうとしている、とな。そ、それでは、いたずらに民を不安にさせてしまうかと。それが狙いだ。頼みましたぞ。わ、わかりました。それで、大内方にはいかに返答を。もう妻子殿が敵陣に入る必要はない。噂が広まった頃、天子春久に自害の意思はない。とでも文を送っておけばよい。で、ではそのように。こうして、将軍、足利義晴の仲介が実らず、数日が経ち、合算と同じお攻めの機運の高まりに合わせ、末高房は少々を呼び寄せた。いよいよか。あ、このより、天子からの返答期限は過ぎた。すぐにも城を落とせと下城をいただいた。うむ、していかに攻める。絵図を広げよ。元就殿の記憶によれば、合算戸田城のシグルワの北と南は断崖絶壁であり、向かうにはこの山中丸を制圧し、七曲りを駆け上るしかないとのこと。ゆえにまずは山中丸までを制圧するところから始まる。山中丸へは北から、砂谷口、横森口、塩谷口、この三箇所となり、新宮島の根城である新宮谷に近い砂谷口が、最も守りが固い。砂谷口を避け塩谷口を狙うのじゃな。いや、あえて砂谷口を攻める。まず、毛利、吉川、小早川、天野、水戸屋の大河井梨川を溶かし、砂谷口北に布陣。天子に動きがなければ、広瀬砦で辰巳砦を攻め砂谷口の突破を試みる。そして、敵兵が北に集まり出した頃合いで、巣に、広中、小笠原の大河、大手である横森口に攻め込み山中丸を奪う。悪くないな。毛利殿はどう見る？よろしいかと存じまする。屈強な新宮島を北に釘付けにさせるしか攻略する手はありません。そのお役目、我ら秋国秀賀を引き受けいたしまするゆえ、一刻も早い山中丸の制圧をお頼みいたしまする。お任せておけ。よし、これより陣触れを申し渡す。杉重則、杉高信、広中高兼。いよいよ戸田城攻めの初戦となる姿に口攻略に向け、大内方の隊が動き出した。あからさまな姿に口狙いの動きを知った新宮砦の天子実久は、姿に口を狙いに来るとは言い度胸だ。絶好の知らせでは、空き合いは身の国主に、あとは裏切った水戸やらの隊らしいな。指揮しておるは毛利も隣であろう。大阪を奪われたのもどうせやつの計りごとだ。兄者は死に奇襲隊を指揮させてくれ。元就の首を上げてみせる。親父からもきつく言われておろ。こちらから先に動いてはならぬ。されど、数で勝る敵を崩すには、指揮する大将を撃つら手っ取り早い。仮に元就を撃ったとき、大内軍の撤退には至らぬ。それよりも、我らが狙うは、戦に消極的な将の陣。そんなのわかるのか。わからん。え？まあ、敵陣の動きを見てから。高久には千で辰巳砦に入り、姿に出ちをとにかく守れと伝え。わかった。この砦には山脈を残し、武将兵の手当てを頼む。あとの者は広瀬砦に向かうぞ。天子実久率いる新宮島が慌ただしく動き出した。その様子を高台の櫓で確認した末高草は、明け集落のとかにも天子は何ら反応してきませんでしたな。砦を固め出してはおる。この城を枕に討ち死にする覚悟なのであろう。しかし天子春久といえば、猪突猛進に先陣切って突っ込んでくる猛将であると耳にしておりましたが、ここまで臆病者であったとは。どんなイノシシでも怯えてしまったら最後ぞ。しかし将軍に泣きつくしか手がなかったとは哀れよの。杉隊の支度も整ったようだ。よし、日のあるうちに山中丸を仕留めるのだ。合図のホラガイを鳴らせ。父上、このホラガイは。ああ、姿に攻めの合図だ。鷹本の初陣でもある大事な一戦。元康、元助、しっかり頼むぞ。母、さあ若様。常光、母、吉川隊、水戸屋隊に広瀬砦で攻めに当たるよう伝令を頼む。かしこまりました。我らは辰巳砦に当たるでよろしいな。
ええ、申し合わせの通り、小早川隊は辰巳砦に攻め入ってくだされ。はい、わかった。当家と天野の隊は姿見口に当たる。弓隊は援護を頼むぞ。全軍前進だ。いよいよ姿見口攻防戦が始まった。守る砦の天子兵は合わせて1500ほど。そこに8000の毛利ら大内白二衆が攻めかかった。姿見は狙ってくるとは驚きだぜ。さあ、嫌と言うほど矢を浴びせてやるのだ。一斉にかけよう。さあ殿、我らも動きましょうぞ。はい、広瀬砦では水戸屋にやらせておけ。川向こうで末殿が見ておるのです。動かねば後で何を言われるか分かりませんぞ。何とでも言い訳できよう。お狐様、もう利家臣本庄常光殿が参られました。どうせお力の催促であろうな。まあ通せ。はっ。吉川殿、合図のほら台が鳴っております。軍議で決まった通り、広瀬砦で攻めにお迎えくださいませ。水戸屋は元は尼子傘下のものである。いかにもになれば我々よりもこの地は詳しいであろうで、水戸屋隊が動いたら我らも続いて動く。なるほど。ではそのように水戸屋殿に伝えてまいりましょう。おう、助かるぞ。では本庄常光は吉川隊を動かすため水戸屋の陣に向かった。そう、それは話が違うではないか。北と西から一挙に押し寄せて砦を落とすと軍議では決まったはず。そう申されましても、水戸屋殿が動かねば吉川隊も動かぬのです。役をたらえるようなものの隊と共闘などできぬ。それでは今一度吉川に当たってくだされ。わかりました。どうやら水戸屋隊の士気が低そうだな。いや、それ以上に吉川お狐のやる気が全くない。吉川か。吉川だけでも千はおるが、ここを崩せば毛利や小早川も川向こうに撤退することになろう。わかった。これは殿からお主への新たな命だ。義高の暗殺はもういいですと。このこと三月夫様は承知のことか。おい待って消えるな。なるほど。兄じゃどうする。吉川隊だけを狙う。吉川ってババ様の実家の。ああ、その吉川。吉川隊を撹乱させたらすぐに砦に戻る。塔の中から足の速い者を400ほど集めておいてくれ。わかった。新宮島の者ども、俺より砦から撃ってる。狙うは河原でぼーっとしておる吉川の陣じゃ。部下を追いませぬ。撤退の合図を聞いたら誰に構わずこの砦まで戻る。新宮島の怖さ教えてやろうぞ。かかれ。城や砦にこもっていた天子兵がここで撃って出てきた。天子実久、豊久率いる新宮島400は脇目も振らず吉川隊に突っ込んだ。ほら、ブブ、備えがなってねえんだよ。ほら、ブブ、いけいけ。殿、騒がしいようだが喧嘩か。違いまする。新宮島が出てきました。何、城から出てきたのか。はい、しかも我らの陣だけを狙って。ここにじゃと。殿、第一陣、二陣が突破されました。急ぎに何指示を。指示じゃな、わかった。撤退じゃ、川北まで下がるのじゃ。勝手に撤退してはまずいかと。久助様、天子兵が砦を出て吉川隊と衝突した模様。天子は数尺です。吉川の援護に。いや、動かぬでよい。敵の狙いがこちらに変わることも考えられる。敵襲に備えるよう皆に伝えよう。はっ。新宮島の奇襲を受け、吉川隊は離脱。水戸屋隊も陣を後退させたため、末高夫様は策の失敗を悟り、即座に全軍撤収のほら貝を鳴らした。父上、これは引き上げの合図。何が起きたので。わからぬが、広瀬砦から出撃してきた新宮島の奇襲を受け、吉川隊が崩れ川北に撤退。被害拡大を防ぐために退却の命が出されたのだと。またも吉川か。軍艦からの合図です。ここは引くしかありませぬ。ああ、引くぞ。言いなし川北に撤退せよ。こうして城攻めの初戦は天子に軍配が上がった。吉川お狐、前に出よう。お狐。主お狐は撤退時に足に傷を負いましたゆえ、それがしが代わりに背負ってでも連れてくるべきぞ。もう申し訳ございません。軍議で決めたことは守らん。杖や毛利からの指示なく行く様からの無断撤退、こたびだけではない。これまでも吉川お狐の態度は目に余るものがある。義高様、吉川隊を任の軽い広瀬砦で攻めに敗陣させたのはそれがしにございます。こたびの撤退はそれがしが攻めを追わねばならぬこと。陣の場所云々ではない。文明に反したことに憤慨しておる。
二宮と申したな。戻って主に伝えよ。アマゴが片付き次第、吉川を狐を廃着とさせる、とな。廃着などと、家督への介入は。世の言葉に従えぬと申すならそれもまた結構。アマゴの次は吉川が滅亡するだけのこと。それもまた。吉川隊はこれより、毛利の与力を離れ、北の守りに配置替えとする。下がれ。吉川と交代で、北の守備についている三沢為国の隊を加えましょう。そうしてくれ。殿、一つ気がかりなことが。なんじゃ。ここらの寺社から同じような陳情が入り出しております。将軍の命をないがしろに和睦を訴える出雲死後天野家を一方的に侵略し滅亡させるはさすがにやりすぎであると。これまで散々一方的な侵略をしておったわ。他ならぬ天野春久であろうが。仰せの通りに。されどそれがゆえに今この時天野に手を貸す大名国衆は存在せぬのです。もしこのまま天野を徹底的に潰してしまえば義高様の積み上げられた徳が崩れることもあるのです。ほどほどのところで寛大なる。レイゼイ殿はいささか誤解しておられるようだが、殿は天野家を根絶やしにされるおつもりではない。春日災害の一門衆は九州の山奥で細々と暮らす道を示されておられる。この出雲から天野一族が消えることには変わりなかろう。天野春久が降伏を申し出てこぬ以上この戦をやめる道理はない。一部の民や寺社が口にしていることをいちいち聞いておっては進むものも進まなくなる。高とよ、これまで天野が犯してきた悪霊を陳情主にしっかり伝えれば我らに義があることを理解してもらえよう。は高須さ、次こそ、ヤッサントダ女王と施策を頼むぞ。天文12年4月に入り、末高房は、毛利ら、秋や、伊賀の国衆を、南の塩谷口に、主力は、おこもり口から、総攻めを仕掛ける策に出るも、新宮島の奇襲を各所から受け、またも、城攻めは失敗になった。すでに、挙兵から1年以上が経過し、そこに、ヤッサントダ城の鉄壁な守りが、大内方を苦しめ、兵の士気はじわじわと削られていった。そんな時、北の備えにつく吉川陣で事件が起こる。吉川おきつね殿、本日はお別れのご挨拶に参りました。別れじゃと当家の目付役から外されたか。いえ、それがしは毛利に下る前は天子配下の赤名光清に仕えておりました。このような戦い方では大内にも毛利にも先はないと判断し、ここらで天子に服属の道を。なぜそのような危ない話をわしにするのじゃ。高橋の一族であるがゆえ、毛利家内では肩身も狭く、心を開いて話すこともできる相手などおりませぬが、お狐殿だけは違った。くだらぬ話にお付き合いいただき感謝しておりまする。ざれ言を輝く目で笑ってくれるのが嬉しくて、ついつい話し込んでしまったの。七つの竜の玉の物語、あれは誠楽しく聞かせていただきました。あれにはまだ続きがあるのだ。ヒュージョンについては。ヒュー、まだ聞いておりませんが。よし、では続きを語ってやろう。いいえ、残念でございますが、毛利の売ってが来るやもしれませぬ。ここらで失礼を。待て、そなた一人で戸田城に入るつもりか。はい。ダメだ、毛利の患者だと疑われるだけだぞ。ああ、確かに。わしの祖母が吉川に嫁いでおることは承知しておろう。存じませぬ。知らんのかい。迷惑になりますゆえ。迷惑ではない。わしはこのまま王子に従っておっても、いずれ廃着となるだけ。ならば天子に鞍替えし庇護してもらった方がマシだと考えておったとこ。家臣の方々はなんと。わしの方針に従う者だけしか連れてきておらぬで案ずるな。なるほど。動くなら今宵のうちが良いな。二宮を説得してくるでここで待っておれ。承知に。広瀬砦で南の獅子垣を外しておく。そこから新宮谷に入れ。広瀬砦で南だな。三沢や水戸屋も心変わりしそうであった。そっちはおいらに任せておけ。お主はしっかり吉川を導けよ。クッ。ああよう三沢の旦那。お主は確か孫の草のクッと捕まえてやる。まあ落ち着きなされ。ここにお主が来たということは合わせたい御人がおられましてが。御人じゃと誰じゃ。お入りくだせませ。邪魔するぞ。邪魔するなら帰ってくれ。はーい。じゃあね。亀井殿、隠居なされたと耳に。ああ、隠居の道が、天子家の大事と聞いてやってまいった。もしあの時の。ああ、その通りじゃ。亀井殿にお貸ししていた十文を返しに回られたわけですな。違う。縁屋を喫茶が反旗を翻した時、
三沢家の縁屋派に着いたな。あの時は三沢為之が勝手に判断したまで、それがしは縁屋に味方することに一貫して反対でござった。それは亀戸のもよくご承知のはず。ああ覚えておる。形勢が不利になる山先に貴族を訴えてきたお主であったからな。え、そうです。本来であれば諸病の割上並びに三沢為之の切腹が貴族の条件であったが、亡き常久様は全て赦免となされた。なぜなのかは覚えておろう。か、亀戸の肉地添えをいただきまして。であるな、よもやその恩を忘れたなんてこと。まさか。ある久様の許しは得ておる。八荘町より新宮谷に向かえ。八荘町とはいささか。すでに吉川当家に寝返り、今宵のうちに新宮谷に入る。吉川の調略が済んでいると。ああ、吉川の陣を調べさせてみよ。わしの話が偽りでないことがわかろう。糸や久助も連れてこられれば、春久様は喜ぶであろうの。それはそうですが。しかと伝えたでな。か、亀戸の、どうするべきか。まずは糸屋に相談せねば。雨子方の調略は成功し、吉川隊は本庄常光と共に夜のうちに川を渡り、新宮谷に消えていった。翌日、吉川隊の失踪が伝わり、末高房は書状を集めた。つまるところ、吉川隊は雨子に寝返りと太城に入ったのだな。北に動いた形跡がないところを見るに、夜のうちに新宮谷か戸田城に入ったのかと。大変だ。三沢為国闇戸や久助の隊が勝手に川を渡り新宮谷に攻め込んでおる。攻め込んでおるのではない。再び雨子に鞍替えしただけだじゃと。大事ではないか。吉川にせよ三沢闇戸屋にせよ、少し前までは雨子に従っておった者らだ。戦う意志の低い数千が減ったとて対局に触りはない。そうならよいが。高房様、寺の僧や客商らが武器を手に上がれております。北の兵糧蔵を狙っているとのこと。何、そこを奪われてはまずい。宮川は馬回り衆を率い鎮圧に向かってくれ。はは、田畑をいじれぬゆえの一気にござろうが、これを軽く見てはならぬかと。もしや全てが計略であったと。ええ、あの雨子春久がここまで動きを一切見せなかったわけが今はっきりしました。寺社や領民らの心をつかむためか。そうです、雨子は決して領民に優しい国主ではありません。税は重く、ハットも厳しい。人身売買も平気で行っております。それゆえに当初は出雲が大内の国になることを望んでおったでしょう。されど雨子攻めの大義は領民らに伝わるものではない。度重なる城攻めの失敗から戦の長期化を恐れた民がいずれ暴れ出すであろうと春久は読んでいた。暴れ出すように裏で先導しておったやもしれんか。されど雨子春久がそこまでを描けるであろうか。これまでの雨子春久と思わぬがよろしいかと。であるならこのままではまずいな。元就殿ならどう乗り切る。三沢闇戸屋も裏切った以上、出雲の制圧は諦めねばならぬかと。吉高様や春持様に無事周防をお戻りいただくためにも和議の件を。そうなるか。ここに至って雨子とは僕などと。吉川に三沢闇戸屋の寝返りは数日のうちに家臣らの知るところとなる。領民らの反乱が増すことも考えられるのだ。これまでの出雲侵攻が無駄になってしまうではないか。今日ら義さんの本陣におられる殿や春持様の身が危うくなっては手遅れになるのだ。和議に持ち込めば危険を伴う撤退ではなくなる。じゃからなぜ殿の撤退が前提なのだ。寝返った三沢闇戸屋は西出雲の国衆だ。退路が塞がれてしまう前に殿と春持様だけでも出雲からお逃げいただかねばならぬ。くそ。元就殿、これより殿に事情をお伝えし、和議の承諾を必ず取り付ける。元就殿は国衆らによからぬ噂が蔓延せぬよう努めていただきたい。かしこまりました。末高房は城攻めでは勝機がないと悟り、雨子討伐から和議への方針転換を大内義高に認めてもらうべく京良義さんの本陣に向かった。何を申しておる。雨子一族を出雲から消し去ることが新軍の狙いであったではないか。まあ、僕らとしてはこれまで通り雨子をのさばらせるだけぞ。領民が放棄しだしてもおります。ソーラも巻き込む一気に拡大しては戦どころではなくなってしまいます。寺院には寄進もし、雨子よりも優しい知性を敷くとも伝えておろうが、将軍からの仲裁を無下に扱ったことが民の心を遠ざけてしまったと考えられます。機内すらまともに統率できぬ将軍なんぞの言葉を。民は今日や機内のことなど知らぬのです。それよりも今この時この地の領民の暮らしを脅かしているのは、武家の棟梁である将軍の言葉を聞こうともしない武家の大内家となり、それが放棄につながっているのです。余が領民の暮らしを脅かしているじゃと。
アマゴハルヒサを侮っていたのは、紛れもなくそれが死の落ち度。いかなる攻めも受ける覚悟にございます。が、その前にまず渡野屋春持様に相応山口に無事お戻りいただくことが、今のそれが死の願いであり務め。何とぞ、アマゴとの和議に向け。父上ここらで良いではありませんか。あ、春持。こちらに優位な和議となれば、アマゴを出雲に生かしたとて、こたびの旅は無駄ではなかったのです。そうか。春持がそう申すなら生かしておいてやるか。高房、和議の条件は三つじゃ。一つ、湯は未銀山を二度と狙わぬこと。一つ、大迫城市に当家の物置、出雲守護台とさせること。一つ、これらを誓う気象も奥坊に出すこと。以上じゃ、良いな。はは、必ずや認めさせまする。天文12年5月頭、大内からの要請を受け、おこもり口そばの岩倉寺にて、和睦に向けての評議が行われることとなった。評議には、大内義高の名代として、秋守護代、広中高兼が、アマゴからは、アマゴ国久が名代として、岩倉寺に入った。なるほど、人質は出さぬで良いのですが。へえ、主大内義高は、この三条を持って和議に応じると。これであればこちらとしても願ってもないこと。では、ここでお待ちしまするゆえ、起承門に、春久殿の名と顔をお願いいたします。広中殿。この和議は、以後の両家が、良好な間柄となるためにも、大事に扱わねばならぬこと。そうではござらんか。ええ、そうですな。我が主春久は、これまでのわだかまりを払拭する上でも、ここ岩倉寺で、大内義孝殿と顔を合わせ、起承門に名を記したいと申しております。何この寺にじゃと。何かご不満でも。一度持ち帰らせていただく。追って、返答を入れるゆえ、少しお待ちいただきたい。そうですか。ではお待ちいたしましょう。広中高兼は、天尾方の要求を、末の本陣に持ち帰った。両家の主が揃っての和議締結。まあこれまでのこと、そして、今後のことも考えれば悪い話ではないが、問題は場所だ。合算戸田城の膝元にある岩倉寺ではあまりに危険。言いなし川を渡ることも、できうる限り避けたい。そうだな、何か起きても北に逃げやすいこの、万象院。ここを評議の場で天尾に出しんだ。万象院じゃな。気も指定しておいては。そうだな。締結後に即座に撤収に移りたい。その支度も考えるなら、5日後の5月なのか。承知した。広中からの返答は、その日のうちに天国日産に入り、春日産に知らされた。ははは、万象院を指定してきたか。結構。これで、大内は出雲から引き上げていくでしょう。引き上げるだと。俺様がそんなてめるいことをするとでも。もしや和議は。結ぶわけなかろうが。敵を油断に油断させおびき出したところを一挙に叩く。秋吉田での総崩れで味わった恐怖は、大内吉高末高房そして毛利もとなる、奴らに味わわせてやる。我ら重臣に告げずに、殿はこの時が来るのをじっと待っておられたと。ああ、敵を欺くにはまず、味方からと元成から教わった。お見それしました。さあ決戦は7日早朝ぞ。やられたらやり返す。倍返しじゃ。お前が言うな。へへへ。おじご、申し出通り、万象院で了承したと返答を頼む。ははすぐにも。大内と天子の和議が順調に進むとの見方から、大内陣営では各隊が徐々に戦の構えを解き、撤収の支度を始める隊も現れた。毛利陣営もその例外ではなかった。やはり本城常光は吉川に捕獲されたわけではなかったか。ええ、陣に何一つ本城の荷が残っておらず、吉川や天野らとのやり取りを記した文帳も消えており、おそらくはあの日本城が持ち出したのではと。となると伊豆派が降伏してきた時から、常光は天子の患者として働いておったということか。そうであろうかと。こうなると、岩見二つ山出る水に残した伊豆は助盛も怪しいですぞ。そうだな。秋に戻ったらしっかり調べるとしよう。伊豆派もつるんでいたのであれば、二つ山城は再び我ら井上衆に。それについては戻ってからだ。はは。新宮谷に動きあり。本日、馬の国に開かれる将棋に備えての動きであろう。いや、そうではなさそうだ。旗と松明でごまかしているが、戸田城の守兵はわずか。兵の大半は、夕刻より新宮谷に移っていると思われる。まずい。関はすぐにも、天野や小早川ら国衆に戦支度に入るよう触れよ。心得た。父上、戦になるので。まだわからぬが、天子春久が対面での和議締結を望んだわ。吉高様を山から下ろし確実に仕留めるための計り事であったやもしれぬ。和議は偽りであると。かもしれぬ。されどこちらには2万もの兵がおるのです。
さすがに攻め込んでくることは。数など脅しや抑止にしか働かぬ。今や卑怯のことしか頭にない有効の州では、挑発を耐えに耐え抜き、奮前の絶頂にある天子軍を跳ね返すことはできましてや、それが新宮島だ。あっという間に2万の兵は離散し、総崩れを起こす。戦になるというわ。残念だが過酷な撤退戦となろう。どうすれば。高本は武具をはめ、赤瓦と戦支度に入れ、わしは末殿の陣に向かう。承知いたしました。毛利元就は天子軍が打って出てくる場合に備え、戦支度を始めるよう指示を出し、末の陣に走った。一方、合算戸田城本丸から新宮砦に移っていた天子春久は、毛利や小早川、それに天野や小笠原の陣も甘えを戻し始めておりやす。さすがはが兄じゃ毛利元就、俺様の狙いに気づいたようだな。だがしかし時すでに遅しだ。八代、義高は今日ら岐山を下っておるな。ええ、間もなく麓の末の陣に入る頃やと。よしよし、三沢二水戸やわしを裏切ったことは許してやろう。だが大内に奪われた領土は己の手で取り戻せ。それが叶えば領土安堵としてやる。あ、必ず取り返してみせまする。豊久に高久、お前らも同じだ。分かってるぜ。おじご、出せるな。うん、いつでも行けまする。しゃ、者ども、ようここまで我が命を守りこらえ抜いたな。褒めてやろうぞ。溜まった鬱憤は口では表せぬものであろうが、それを一気に晴らす時がやってきたぞ。毛利元就よ、いつぞや俺に教えてくれたな。戦は兵の多い方が勝つのではない、計り事の多い方が勝つのだとな。狙うは大内義高、春持ちの首だ。雑魚には構うな。敵中枢を一挙に砕いてやれ。いざ出陣だ。合算戸田城や新宮谷でこもっていた天子軍4千が新宮谷から一斉に飛び出し、大内義高が入った末本陣にめがけ駆け進んだ。高房様、まずいことが。なんだまずいこととは。新宮谷からものすごい数の兵が飛び出し、稲城川の渡河を始めました。なんだと。一足遅れてしまいました。元就殿、もしや天子春久には僕の意志など。久保様の仲裁も、かたくなに戸田城から出てこなかったのも、すべては大内と戦う意志がないと思わせる計り事だったのです。そして殿が下山するこの時をじっと待っておったってわけか。ええ、そうです。おう、元就も万松院の友衆に加わるか。うむうむ、よかろう。残念ながらよろしくない状況に。殿、後ほど詳しくお話ししまするゆえ、急ぎ京羅さんの本陣にお戻りくださいませ。なんじゃと、今下ってきたばかりじゃ。レイゼイ殿、殿と若様を頼みまする。ああ、わかった。さあ殿、登りまするぞ。ええー。元就殿、本陣に戻り次第総退却の命を発する。秋国衆にはしんがりにござるな。申し訳ないが、しんがりを託せるのは精鋭揃いの秋国衆以外にない。心得ました。さあ末殿も本陣に向かってくだされ。はあ、生きてまた会おうぞ。はは。こうして毛利や小早川に天野といった秋国衆が大内義高の撤退時間を稼ぐためのしんがりを務めることになった。地を知る天子軍の動きは見事であった。いくつもの迂回路を使い大内軍を追いかけ、撤退する大内側の兵は撃たれたり逃げ出したりと、あっという間に総崩れを起こしてしまった。いやあ、サグ。クソ、もうここまでやってきたのか。殿は本陣を出てきたに向かった。我らも、何高信、殿野郎、ズグッと、殿を守るのだぞ、ズグッ。わかったぞ。殿、矢の港が見えてきました。ここには我らの船が多くありますので、船で新事故の西まで抜けましょう。わかったぞ、春持ち疲れたであろう。さあ共に船に向かうぞ。もしものこともございます。ここは殿と若様は別々に動かれるべきかと。別々じゃと。時がありません。父上は船に乗って。何を申す、嫡男である春持ちこそ生き延びねばならない。船で西に向かうのじゃ。わかりました。高とよ、せがれを頼むぞ。はは。では若様、宮港に向かいましょう。うむ。殿、我らは陸路で馬方に向かいましょう。馬はないのか。道中で手に入れまするゆえ、笹を急ぎくださいませ。はあ。大内義高、春持ちが伊予港の手前で別れた頃、新宮殿先鋒衆は京羅さんの大内本陣跡地まで到着していた。ブブッ。ははさすが大内の本陣、こりゃたんまり戦利品ないただけるな。そんなのは後だ。
豊久原の隊は、お間返り峠から新事故に向かい。承知した。さあ、大阪城まで突き進むぞ。わしに続け。雨子軍も大きく二手に分かれ、大内軍の徹底的な追撃を続けた。一方、宮港から海路での撤退を選んだ大内春持の隊は。さあ、若様、船にお釣りくださいませ。あ、こうじゃな。そうです。それが下乗ります。わしもじゃ。こう。こら乗りすぎだ。お、おい船が傾いておるぞ。どうなっておる。わ、若様。うわを泳げないんじゃ。うぐだ。大内義隆の嫡男、大内春持は、船の転覆により、溺死してしまった。享年20。そんなことなど知る余地もない大内義隆は、マガタに滞在していた御詰隊と合流すると、休まず西に向け撤退を続け、白方から船で新事故を横断、岩見寺を使い、周防に無事撤退することができたのである。一方、新狩りを任されていた毛利ら国衆は、誰がどこまで撤退したのかもわからぬまま、ただひたすらに雨子の追い打ちから逃げ続けていた。ずぐっ。クソッツ次々に湧いてきやがる。ずぐっ。そこそこの兜首か、家紋からして小早川だな。離れよ。おっと。正平様。むくなしか。家田坂です。むくなしは参陣しておりませぬぞ。そうであったな。ここまでのようじゃ。弱気なことを口になさっては。生まれたばかりではあるが、着なん。また鶴丸を、また鶴。正平様。小早川総領家、ぬた小早川の当主、小早川正平もまた、撤退時に撃たれ、戦国の世を去った。享年21。その頃、毛利の隊は、星神峠を越え、雨子隊の追撃を振り切ると、星原まで逃げることができた。ダメだ。白方港の船は一艘もない。先に逃げた大内の者らが湖を渡るのに使ったのだろう。そうか。と、殿、ご無事で何より。ああ、なんとかな。矢を受けておるな。これしき大事ございません。うむ、岩見に入るまでなんと堪えてくれ。はは、この先いかに進みまする。それなのだが、関の調べで白か谷船は残っておらぬ。これだけの数が乗れる船を見つけるのは厳しかろうで。陸路で岩見に向かうことになるが、新事故の北か南どちらの道を選ぶかで悩んでおる。北の一択にございましょう。遠回りだがやはり北か。ええ、我らは、北の道から進行してまいりました。ゆえに、迷うことはございません。それに、追っては、遠回りとなる北よりも、南の街道をたどってきましょう。よし、ここは北にかけるぞ。はは。こうして、毛利隊は、敵の追っ手を回避するため、新事故を北から迂回する道を選んだ。白方から末継ぎへの渡河で苦戦するも、丸2日かけ、関東軍まで落ちることができた。その後も、雨子の襲撃を避けるため、岩見寺を羽まで進み、そこから南下、小笠原領を経由し、本領への帰還を試みるも、岩見銀山そばの祖敷の地で、ついに追いつかれてしまった。ずぐっ。わか、飛びますぞ。うわ。ずぐった。数が多いか。殿、ここはそれがしにお任せくだされ。何をする気だ。それがしが敵を引きつけまするゆえ、その間に、南の道から逃げてくださいます。ダメだ、共に秋まで戻るぞ。どうか秋までお逃げくださいませ。殿、さあこちらに。通る。さあさあ我こそが毛利元就である。この首欲しいものはついてこい。毛利元就だと、これは大きい首じゃ。俺を追うのだ。渡辺徹は、毛利元就の身代わりとなり、散っていった。渡辺以外にも多くの家臣が盾となり、敵を防いだことで、元就は命からがら吉田郡山城に逃げ帰ることができた。追い打ちの状況は、日々合算戸田城に届けられた。父、大内義隆は落ち漏らしたか。されど嫡男春持は溺死したとのこと。これは大きいですぞ。春持は一条からの養子した。またどこかから代役を入れるに決まっておる。ぬた小早川の当主を打ったのも大きいですぞ。竹原に続きぬたも主がおらぬ。大内義隆、末高房、そして毛利元就、このいずれも打てなかったことに怒っておる。毛利元就の影武者渡辺徹を打てたとのことに。影武者ごときで報告するな。へえへえ。こんな千載一遇の好機など、二度と来ぬのだ。まあまあ、あなた様、三郎四郎が驚いておりますよ。まあ、こたびの新宮島の失態は咎めぬでおく。ははは。者ども、大内義隆の首は上がらんかったが、この大勝利で俺様の名声は竜のごとく登っておろうぞ。こたび多くの従属者が当家を裏切った。
されど見限らず戸田城に入った者もまた多い。裏切った者は次もまた裏切る。故に一生信じることはない。それが何を意味しているかはいずれわかるであろうが、ここにおる者らはわしを信じ、当家の勝利を信じついてきてくれた。それが何より嬉しい。さあ、あの大軍勢を跳ね返した喜びの叫びをわしに聞かせてくれ。勝ち時をあげよ。この一連の戦いの中で、毛利元就は幾度と大内陣営の進攻策について苦言を呈していたと記録に残っている。京良義山に大内義隆の本陣を移すことが決まった際も、元就は何度も深入りするべきではないと末高房に忠告した逸話はよく知られてもいる。後に中国の覇者となった毛利家が、あの時元就の忠告を聞かなかったから尼子に負けたのだと記録を都合よく編纂したのではとの説もあるが、この時期に書かれた寺院や苦行の日記、武将が里に送った便りや感情の古文書、それらから察するに通説はあながち間違っていないであろうと捉え、通説をベースに前編後編の二部制で物語を描いてみた。この敗戦が戦国大名毛利家の起点となろうとは、元就はじめ毛利家臣の誰一人想像などしていなかったであろう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない。そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。